今日はパチンコについてあのこれはあのリクエストですねリクエストトピックなんか前にリクエストトピックをお願いしたことがありますね覚えてますか そして何人かの人たちからたくさんのリクエストトピックをもらったんですけど、まあ、最近ちょっと話したいことがいろいろありすぎてちょっとリクエストトピックについて話してなかったですよねなので今日からしばらくリ,リクエストトピックを話したいと思いますもちろん話したいことを他にあればそういう話もしますがちょっとねリクエストに答えてみるとまあの僕も好きだから。 ちょっっととやってみたいと思い思ます今日はパチンコ先生パチンコについて話してください。うん。前も話したかな話してないかなパチンコねあのまず僕,僕の意見としてねあのギャンブル全てですけどあの良くないと思います。はい、でねこれはほん 人によって意見が違うしなんか自由でいいんじゃないのかとかねあのやりたい人はやればいいんじゃないの僕はやらないしみたいなことを言う人がいると思うんですけど僕はやめた方がいいと思う全ての人がね。なぜかというと、まあ、僕の個人的な人生哲学というか。 まあ自分の哲学ですよね自分のフィロソフィーみたいなあるでしょそういうのみんなありますよね。で僕の中で一番大事なのがまあ運を頼りすぎない運に頼らないっていうことですね。運ですよねで運っていうのはもちろんあります。でたまに運が良かったからあのうまくいったり運が悪かったからうまくいかないとか自分の力じゃないどうしようもないことが 起こります、まあいい,いい時もあるし悪い時もあるね。でもそれそれだけに頼るあのか,んなんかそれ運を運に依存するようなあの行動はよくないと思いますよね。だって意味がないんです。やっぱり何度やっても結局自分のスキルとかじゃなくて運,運に頼ってるわけですよね。あの 勝つとか負けるっていうのはその特によくねパチンコの話になるとあのじゃあ先生勝つとか負けるが悪いですかみたいな違うんですね例えば僕の子供は将棋をやっているね将棋っていうのはチェスみたいなやつね将棋をやってますでたまに勝つしたまに負けますでもその全てに理由があるんですよね、まあ、間違えてこう 打ったりね、打つって打つと言いますね。この駒を動かすってこと。間違えて打ってしまったり、ちょっとあの相手の方がもっと先のことを考えていたり、まあいろいろですよ。いろいろな理由であの勝ったり負けたりするんです。勝つときはまあ、理由があるし、負けたときも理由があるんです。運じゃないんですね。運が良かったから勝った、運が良かったから負けた。 まあそういう時もあるかもしれないけどね、まあ、例えば何かあの相手があの体調が悪かったとかね <laughs> お腹が痛かったとかねまあいろいろな理由で相手が弱くて自分が勝ったでもそれは、まあ、その日だけですよね次の時に同じ人と戦ったら負けるかもしれないなぜかというとその人はあの実力があるから運じゃない実力があるから。 だからまあ確かに運,運のおかげで勝ったり負けたりすることはあったとしてもまあそれは本当に少ない時で基本的にはやっぱり実力が大事なんですよね運に、えー、頼っているといいことはないと思う。でパチンコっていうのがやっぱり本当に運なんですよね。まあもちろんそのパチンコを毎日やってる人とかはいろいろな意見を持ってます。 いやこれは運じゃなくて実力ですとか調査能力ですとかいろいろ調べてるんですとかテクニックあるんですとかまあいろいろ言うかもしれないけど、まあまあ、<laughs> まあ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 そういう意見を全部聞いていたら、まあ、話にならないまあ僕が言いたいことはやっぱりその額が小さい額であれ大きい額であれ額というのはお金ですねおお金金がが小さくてもお金が大きくててもも大き そのいわゆるメンタリティーですね。メメンンンタタリリテティィギャンブルに依存するメンタリティっていうのはやめた方がいいと思う。少ないお金とか大きいお金とか全然関係ないんですよね。少ないお金だとしてもそのメンタリティーを育ててしまうんですね。僕が大学生の時に僕の友達たちが結構パチンコをやっていた。 で、そういう話を聞きますよね「おお、てっぺい、昨日あのパチンコで勝ったよ」いくら?「3万円」とか「5万円」とか「10万円」っていう人もいたでいいなと思った羨ましいなと思ったねあの「3万円勝ったんだ」「5万円勝ったんだ」「10万円勝ったんだ」僕は羨ましいと思った でもね、実は彼らは、本当にラッキーだったか、って最近思うんですよね。僕はパチンコやったことあるけど、全然その三万円とか、十万円とか、勝てない。勝てなかった、だからすぐやめた。僕は、アンラッキーだったの。運が悪かったの、それとも、運が良かったの。今考えると、やっぱり、運が良かったんだと思う。 僕がパチンコでお金をたた。くさんあの作れなかった最初ね初めてやった時2回目まあ実は初めてやった時ちょっと勝ったんですけどまあとにかく勝ち続けなかったでそれはラッキーなことだったと思う。なぜかというとあの時にね友達たちみたいに結構「お勝った勝った」勝っ,たっていう経験があるとやめられなくなるんですよ、ね ギャンブルの怖いところは最初にやっぱり結構いい経験をして楽しくなってしまう勝てると思ってしまうそしてやめられなくなるでそれがずっと続くんですよねやっぱり楽しい経験がずっとこう忘れられないまた楽しい経験をしたいそれで何度も何度も行ってしまうそして大人になるとやっぱり給料があるでしょう。みんな仕事をして給料があります おお金金があるるとお金を使いたくなるんですねそしてお金の使い方は人によって大きく違う皆さんみたいに日本語の勉強にお金を使う人もいるし他の人みたいに服とか食べ物とか旅行とか本とかスポーツとかそういうのにお金を使う人もいるでもパチンコとかギャンブルにお金を使う人もいるそれは自由です。 と言いたいけどやっぱり自由じゃん自由ではいけないと思うなぜまあやっぱりギャンブルっていうのは本当にエスカレートするから本当にエスカレートしますあの他のものももちろんエスカレートします日本語の勉強もエスカレートするあの <laughs> すごい人はもう毎日毎日毎日何十時間もやって 仕事も辞めてしまうみたいな。まあ、そういう人もたまにいるけど、まあ、もうそこまでハマったんだったら、もう翻訳者とか通訳者になればいいです。でもギャンブルの場合、ちょっとね、何、ハマったら何するの？なんかあの、オーナーになりますか？カジノのオーナーになる。<laughs> ま、それはまたちょっと違いますよね。まあ、あとは、まあほ、ほとんどの仕事っていうのは、やっぱり人。 あの不幸にすることは、まあ、たまにあるかもしれないけど人を幸せにすることも多くてでもまあギャンブルとかねタバコとかねやっぱり人を悪くすするのがもう結構はっきりしてますよねあのギャンブルのおかげで幸せになった人っていうのはまあ難しいんじゃないかないい少ないというかいないんじゃないのかなわかりません。 もしがギャンブルのおかげですごく幸せな人生になった人はあのちょっと教えてくださいそういう人がいたらねどういうどういうどういうふうにあの幸せになれたのかちょっと知りたいですよねでもまあ,あの世界中でやっぱり今ギャンブルの問題があってアメリカでもたくさんのオンラインカジノとかねあります。で最近ねゲームでも,もうカジノみたいなゲームがたくさんある。 で子供たちが幼い時からね小さい時からそういうことをたくさんやっててちょっと僕は心配になります心配になる子供はねやっぱりギャンブルが好きなんですよ子供のメンタリティーにすごく合っている何も努力しなくても勝ったり負けたりそのサプライズが続くんですよねでそれがなんか子供にとって楽しいんでしょうでもそれは本当にいいのかその教育はいいのか パチンコの問ってすごくゲームにゲームっぽいあのいろんなこう何て言うかなビジュアルデザインというかあのいろいろな仕掛けがあってでいろいろなあのアニメや漫画のキャラクターとコラボレーションとかするしちょっとこうまるでこうエントリードラッグみたいにギャンブルの世界のエントリードラッグみたいになっちゃうんですよね。 20歳ぐらいになったらほとんど多分ほとんど全ての人が1回ぐらいはやるんじゃないかなパチンコをそしてその中でまあ僕みたいにああ僕は嫌だあのうるさい場所が好きじゃないとかこんなことやってても意味がないとそう思う人とまあいくつかの人はやっぱりそれが原因でギャンブルの世界にずっと入ってしまう。 だからパチンコってちょっとカジュアルでなんとなくこう始めやすくてゲームセンターみたいでこういわゆるハードルが低いんですよね敷居が低い入りやすい始めやすいでそれは実は結構危険なエントリードラッグだと思いますというわけでパチンコ僕はあの全然好きじゃないしあの僕の子供にもにもしてほしくないしあの周りの人でパチンコを まあよく言ってる人がいたらちょっとまあやめてほしいけどこれ難しいんですよね僕のおじさんの一人ねおじさんねおじさんの一人もパチンコに結構パチンコが好きでもう難しいですよね彼はお金もあるし時間もあるしだから何かこう何が悪いのってたくさんの人は思うかもしれない。 あの時間もあってお金もある人がパチンコをするでもね一つ言わせてもらえば人生を捨ててますよ時間を捨ててますこれは本当にそんな時間があれば何をしてもいい何もしなくても多分パチンコよりもっとマシだと思うもうぼーっとしたり、ね、何もしなくていいそれでも多分パチンコよりはもっともっと精神的に健康的だと思いますというわけでちょっと あの強く批判してみましたが僕はパチンコは全然好きじゃないということ次のトピック何か面白いトピック探してまた話したいと思いますそれでは「チャオチャオアステラリゴまたねまたねまたね